皆さんおはようございます。ミセです。しばらくねルイスのイギリス滞在の動画がね続いたんで、ちょっと今日は私の動画出させてくださいということで、本日ね、撮っていく動画は私の美容 Vlog です。やっぱ今ねルイス離れてるけど、離れてる時ってちょっと気が緩んじゃうんですよね。ルイス隣にいないからもうボッサボサで菓子食べまくって何しててもいいやっていう感じに気が緩みがちなんですけど、そこをねちょっと引き締めて、またルイスに再会した時にやっぱりして可愛いなと思ってもらえるように気を抜かずに、ちょっと今日美容デーを作ろうということでやってまいります。早速ねセルフエステって言って、なんかこう顔のねリフティング、リフティング、リフトアップ、どっちだろうな、があるらしいので、ちょっとそれをやりに行こうと思います。じゃあ早速行ってきます。レッツゴー。じゃあまず一つ目、ここのセルフエスティックスタジオディリアというところに来ました。なんか一人で個室に入ってエステができるらしいんで、ちょっと行ってみようと思います。顎のお肉がね、結構気になってる。頑張りたい。虹が上がらなくて。スリフだから恥ずかしくないから、ね、まずこれでちょっと取ります。てかセルフが恥ずかしくないとか言いながら、道具取ってたら、結局もっと恥ずいな。っていうことに言ってきて、こんな感じでやっていこうと思います。今ね、これ終わったんで、次こっちやります。あったかいし、ちょっとピリピリする感じですね。電流が流れてるなみたいな。リセタリースです。はい、セルフエステから帰ってきました。効果ね、なんかあるような気がします。1回でね効果がすぐ出るとかじゃないっていう風にはおっしゃってたんですけど、あれを続けてたらもしかしたらあのこの二重顎とかをなくせるのかもしれないんで、全然行ってもいいかなとは考えてます。でちょっとね今日今からねお昼ご飯を作ろうと思います。美容デーなんでがっつり食べたいところを、これからねまた別の予定があるので、超ヘルシーな買い物をしてきました。豆乳ヨーグルト、いちご、リンゴ、レモン。何作るか分かりますか？なんと本日作っていく美容ランチ、美容ランチムービーです。やばっ。まずそもそもあのスムージーを作ったことはないんですけど、美容デーなので作ろうと思います。これをね木にめっちゃスムージーに芽生える未来が見えて、野菜カットしてちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあ早速ねスムージー作っていきましょう。でこちらリンゴです。とりあえずリンゴ半個、半個分、半個っていう、半分、リンゴ半分です。とイチゴちゃん入れます。贅沢ですね、イチゴ高いからね。あとねレモン絞ります。でこちら豆乳ヨーグルト、ヨーグルト、ちょっと意識高くない？豆乳ヨーグルトになるだけちなみに分量適当なんで、皆さんちょっと成功すればいいけどどうなるか分かんないんで、あんま期待しないでくださいね。氷入れるイメージないですか？スムージー、なぜフラペチーノ、それもしかして。やば、フラペチーノ作ってるわ。よし、あ届かん、ギリ。いきます。成功するのか。お、いい、これは大成功の予感がするぞ。おお、美味しそう。スムージー完成です。やば、美味しそうじゃね？いただきます。うん、おいしい。これやばい、最高。うん、ちょっとみんなもやってみてください。これマジで美味しいわ。うん、美容で最高。確実に私今日からスムージー毎日飲むわ。次ね、やろうと思ってるのがホットヨガです。そもそもヨガやったことないんですけど、なんかジムやったことがあって、
ただジムがね、もう1ヶ月で辞めちゃったんですよ。なんでちょっとヨガならもしかしたら続けられるんじゃないかという期待を込めてヨガをしに行こうと思います。こういう続けられそうだったらマジで今後頑張ります、ヨガ。じゃあこれ全部飲んで片付けてヨガに向かおうと思います。リセタルイスです。あ、着きました。ここですね、パン屋のおばあさんに教えていただきました。やば、待って、ハードル高そうなんやけど、私大丈夫これ。ちょっと行こうと思います。ここです。はい、無事に到着しました。ちょっとね、今ねこれ体験レッスンのこれ借り貸していただいたので、今からねレッスンしてこようと思います。やば、頑張ろう。これを飲むと発汗しやすいというのもあったので、これを飲んでからヨガします。ホットヨガ行ってきました。めちゃくちゃ汗かいてね、今ごっそごそなんですけど、本当にね体の芯から温まったし、老廃物が全部流れ出て、室温があったかいんでそこにいるだけでも汗がバッて出る感じでしたね。ただもうヨガのポーズ難しすぎ、私体幹なんてないんで、何のポーズか忘れたけど、フラミンゴかなんかのポーズとかも周りみんなちゃんとできてるのに一人だけフラフラで超恥ずかしかったんですけど、まあすごいいい経験できましたね。なんか姿勢とか、私猫背気味で首が前に出てるって言われたんで、ちょっとそういうところとかね今後気にしながらね姿勢よくやっていこうかなと思います。なんかスマホとかね使いすぎたらそうなっちゃうらしいんで、ね、スマホしてる時でさえ背筋伸ばして、意識してやっていこうかなというふうに思いました。で、まあ、次ね何しようかなと思ったんですけど、岩盤浴したいなと思いました。ということで、今から温泉に行きます。温泉に行って、まあ、温泉使って、岩盤浴で汗流して、さらにねデトックスしようかなと思います。でその前にホットヨガの人になんかこうホットヨガ終わった後すごい体内が吸収しやすい状態になってるらしいんで、これをビタミンを飲んどくように言われたので、ちょっとこれを飲みます。これあれだ、めっちゃ柚子の味するわ。柚子のゼリーってちょっと珍しいような気もするけど、ビタミンをね今これ飲むことによって吸収してるらしいので、これを全部飲んでから温泉に行こうと思います。今のところいい感じですね、美容で楽しいです。健康になってる気がするけど、お腹すいた、お寿司食べたい。はい、こちらですね、満天の湯に着きました。とね、ここで岩盤浴をしようと思います。楽しみですね。さらに汗をかいてね、代謝も良くして老廃物を洗い流そうと思います。イエーイ。はい、岩盤浴です。こんな感じでね石が並んでるので、どこにしようかな。ここら辺にこのマットを引いて、やばい、カメラがどんどん曇ってきます。このマットを引いてね、マットの上に寝っ転がります。めっちゃ暑、床が暑すぎる。こんな感じで、ここはね岩盤浴をしております。汗かいて、もうこういうのも YouTube NG じゃないかぐらいのグロさの汗をかいてるんですけど、すごいですね、もう本当に5分か10分いただければこんだけ汗が出るんだって感動してます。これはかなりいいんじゃないでしょうか。もしかしてさっき飲んだビタミンがこれで全部流されてるとかだったらマジで泣くからね。いろんな角度から岩盤浴を取ると、さっきねジム行ったんですけど、あ、ジムじゃなかった、ジムは行ってないや、行ったことにしちゃった。さっきねホットヨガに行ったんですけど、ホットヨガに行くまでの道でめちゃくちゃ迷子になって、めっちゃベースおったかなって思いましたね。もう本当私方向音痴なんですよ。だからもうフィリピンに留学していただく時でさえ、なんかルイスに電話して、今フィリピンのどこどこにおるんやけど、なんとかマーケットどこにあるみたいな感じで、ルイス分かるわけないやみたいな。でもそれでも調べてくれて、 Google マップでこっち行ってこっち行ってビデオ通話して、なんで本当にダメなんですよルイスいないと。ルイス行ってからはもう本当食べたいもの食べたいだけ食べて、もう寝っ転がって YouTube 見てるだけの生活を送ってるんで、さすがにねこういうねちょっとしたデトックスとかはね意識してやっていかないとなと思ってます。まあ、ルイスがね女性こんなブスになってとか絶対言うことないんですけど、いつまでもね綺麗にいたいというね気持ちがあるので、頑張ろうと思います。普通にねご褒美だと思って、なんか美容デーだからもうストイックに頑張ろうというよりは、体が綺麗になってる実感できて、すごい自分的にはご褒美企画だと思ってます。リセトルイス。はい、岩盤浴終わりました。車通りが多いな。岩盤浴終わりまして、めっちゃ思ったよ、もう小顔になった気がする。自分で言うのもあれやけど、小顔効果は多分あるか知らんけど、小顔になった気がしますもん今日一日を通して。で今日気づいたことは、まずね朝メイクしたでしょ、でその後なんかこのセルフエステして
メイク落としたでしょ。その後ヨガのためにまたメイクして、でヨガで全部汗で流れて、で岩盤浴して、岩盤浴の後今メイクした。1日3回もメイクしとるやんってでまあ今日1日通してですけど、すごくね女子力アップしたいい日だったと思います。自分へのご褒美っていう感じですね。またね美容デーをね設けたいと思います。でね、まあ皆さん、私今日1日頑張りました。自分磨き、どこ行くかみんな分かってますよね。もうはい、お寿司食べに行きますいやね、もう一回食べたいと思ってしまったらもうダメだよね。もう一回食べたいと思ったからにはもうお寿司食べますということでね、今からお寿司を食べて家に帰ろうと思います。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。参りました。ね、お寿司食べて美味しかったですね。いつもならね20皿近く食べるんですけど、今日は美容デーということで、10皿程度に、我慢して帰ってきました。でね、今ねこのパックをしております。このパックがじゃん、このお米のパックをしてます。でこのお米のパックが終わったら、ちょっとねルイスに美容電話をして、ちょっとね今日美容デーでいろいろちょっと行ってきたんだけど、ルイスのために可愛くなりたくて頑張りました、どうっていう風にね聞いてみて反応を取りたいなと思います。じゃあねちょっとパック終わったら電話していこうと思います。リセタルイスですはい、ですね、今からねルイスと電話しようと思います。いやちょっとねあんまね見た目じゃ、しかもカメラ越しだと分かんないと思うんですけど、気持ち小顔になったかなみたいななってないか、まあいいでしょう。一日じゃどうにもならないんですけど、今日したことを報告して褒めてもらおうと思います。やっほーやっほーやっほー、久しぶり久しぶり元気元気元気、よかったよかった、めっちゃ可愛い。ありがとう。今日特に可愛い特に可愛い今日。なんでなんで可愛い可愛い、何しとった今日。何が可愛い。めっちゃ全部やば、顔可愛い、顔可愛い、可愛いよ。レイソンもかっこいいよ。そんなことないよ。 I've really done my hair or anything、 just なんか普通と思う今日は何するの。シーサイドに行きます。あ、シーサイドいいじゃん、うん、そこでフィッシュチップス食べる。うわいいじゃん楽しみ。めっちゃイギリス。リセちゃん何しとった。うちはね、いろいろ出かけてた。いろいろ、例えばランチとか。あ、ランチはね、スムージー飲んだ。スムージー飲んだ。そうそうそう。スムージーなの。何のスムージー。ね、いちごとリンゴとヨーグルトで作って食べた。美味しそう美味しそう、飲みたい、ちょうだい。あとは、なんかセルフエステ。自分でこうやって顔のローラーして。あそうそう、行って。あ、いいね。なんか、I can definitely tell あ、ほんと。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、めっちゃ可愛いと思った、本当にありがとう。あと、ホットヨガ行った。ホットヨガ、うん、したことある。いや、初めて行ってみた。どうだった。ルイスしたことない。いや、なんかね、暑くてめっちゃ汗かくし、ただね、うん、難しかった。姿勢悪いって言われた本当にいいね、健康にいいね。そうそう。で、その後に岩盤浴行った。岩盤浴も、うんうん、いいなぁ。温泉も温泉と岩盤浴。そう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 。くつろいだ。くつろいだ。So you had like your own like personal day? そう、美容デー。美容デー、美容デー。そうそうそう。めっちゃわかるよ。めっちゃわかる。かわいい。ルイスと会ってないじゃん。でも会ってないけど、次会う時のためにちょっと可愛くなりたくて。でも本当に楽しみ。本当に楽しみ。会うの。Usually you're so cute and it's just like.You've done so much more, and you're still. How can you? I don't even know how you managed to get like even cuter. ありがとう。でもね、ごめん。何が？なんでごめん？夜ご飯お寿司食べちゃった。食べた？うん。本当？うん。美味しかった？美味しかった。リセちゃん、寿司大好きで。そうそう。Don't eat too much before you go to bed, or you can't sleep. わかりました。また連絡します。また連絡？早い。早い、終わりたくない。終わりたくない。終わりたくない。じゃあね、ありがとう、ロピュー、ロピュー、パパじゃあ8時間後の分送っとく
オッケー。楽しみ楽しみ。何時何時？オッケー。オッケーオッケー。覚えた。フィッシュ&チップス食べた時に来るかな。じゃあね。じゃあね。ありがとう。バイバイ。大好き。大好き。愛してる。またね。バイバイ。バイバイ。はい、ということで、ルイスと電話終わりました。いつも可愛いって言われるんだけど、なんかいつもより可愛いみたいなこと言ってくれたから嬉しい。もしかして効果があったのかしら。ルイスと会うのがすごい楽しみになりましたね。また会った時にね、可愛いって言ってもらえるように、会えるまでのあと1週間ちょっとかな、頑張って自分を高めていこうと思いますって言おうと思ったけど、多分そういうことはせずに、毎日お寿司とか食べるんだろうな。まあいいわ、ちょっとこの動画が出ることを考えて今からヘルシー生活心がけます。じゃあこの動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ルイスとね、また再会した時になんか動画撮れたらいいなと思ってますので、楽しみに待っててください。じゃあまたね、バイバイ。Hello! Today's English is rejuvenate. 意味は若返らせる。You can use, like, the spa treatment rejuvenated me. みんな使いましょう。Rejuvenate.